プロモノマネ。スタジオ入りする時のリュックに手をかけてる、かけながら入ってくるアイデンティティの田島さん。お疲れ。あえて野沢雅子さんをやらないっていうね。関さんのなんか漫才の時のいい声。俺は太らせる能力を見つけたんだよ。はあ？俺はだから太らせ。タイムマシン山本さんのなんか顔。8年前9年前ぐらいに狩野英孝さんとフットボラーの後藤さんに言ってた一言。まあだからその狩野藤森後藤もうこれ一緒で、芸歴をあの高校時代のやつを入れてなくて、いや僕後輩ですよっていう時のパーマだったりさ、いや僕違いますよ、やめてくださいやめてくださいやめてください、やめてください。土屋さんに挨拶行った時の土田さん。おはようございます。おう、もっちさんの肩。アルコ&ピースさんの漫才の時の平子さんと酒井さん。そこお前忍者になって巻物取りに来てても本当か。平子っち、お前本当に忍者になって巻物取りに来てるか。平子っち、俺は平子っちと漫才をずっとしてて、こいつやられましょう。事務所で会った時の柳原さん。おはようございます。おはようございます。飲んでる席での黒川さんの必ず言う一言。もう村さん頑張ってるな、すごいね。逆バージョンの六本木で会った時の山本さん。村瀬どうしたんや。うん、そうか、飲んでるか飲んでるか。お前濃いよ濃いよお前。サブロックモンキーズの宗介さん。いや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 、村瀬飲んでるんだね、楽しいんだよ楽しいね。ゴルフ行くね、ゴルフ。村瀬ゴルフやねよ。杉さん、ジャイさん、雄三さんの、お疲れちゃんの違い。杉さん、ジャイさん、ユーザーさん、おお疲れちゃう。オーディション終わりみんなでわーって楽屋で盛り上がってる時のジャイさん。ああよし200取った。定番で楽屋入りした時の神奈月さん。お疲れ。えイジーさん言う、イジリーさん。楽屋挨拶に行った時の劇団ひとりさん。ありがとうございます。村瀬です。うん聞いてる、うん聞いてる。なんだっけ。村瀬間違えてないね。村瀬間違えてない。間違えたね。間違えたね。バッ。あ、楽屋入りした時のサイクロン Z さん。お疲れっす。お疲れっす。あ、はい久しぶりだよね。絶対なんか持ちながら行くわ。お久しぶりだよね。ちょっと得意げに歌うパーマ大佐。パーマ大佐と楽しみなら手をたたこう。パーマ大佐と楽しみなら手をたたこう。パーマ大佐すごいよなってあのお世辞で褒めた時の、パーマ大佐の断り方。やめてくださいやめてください、そんなことないです、そんなことないです。そんなことどういうことですか。あ、ブラス君すごいね。ブラス君モノマネ教えてよ。すごいすごい。あ、土屋さん、この前知り合いが土屋さんと飲んだって言ってましたって言った時の土屋さん。お、どれ。あ、知ってる知ってる。これです。あの元太田プロの岡本真理ちゃんもありますよ。村瀬さんおはようございます。あ、これかわいい。マシンガンズさんの漫才の雰囲気。あー、どうした、あー、どうした二条理。頭のどうよ。あー、あるよな、あるよな。頭んだよ、歌舞伎町でさ、こんな風に貸してさ、なんだあいつ全員ピアニッシモなんだよ。ああ、分かるよな、なんだな、なんかな、なまるまるすげえ男はな、もう歌舞伎町なんだからよ。おお、でもでも、そいつらがよ、かわいいんだよ。おお、ナンパするか。今日のボンビーちゃんはどうなっちゃうんでしょう。じゃあ全然言ってみろ。優しい雨の松崎さんの、人見知りだから、あのおはようございますって俺しかいないの。もう二人だけ、部屋で二人だけなのに、あの誰かを探すや、あの松崎さん。おはようございます。あ、おはよう、うん、これ一番好きかもしれないです、パニーニさんの飯沼さんの、ネタのタイトルを言う時の、よくわからない反り腰と、ネタの時のよくわからない中腰スタイル。サスケよりなんとかなんとかな時でなんとかなんとかななんとかなんとかなサスケ。さあここでミスターサスケが家族の思いを乗せて飛び落ちた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 。続きまして、これ個人的に一番好きかもしれない。今日やったものまでで